この間の天皇杯でゴールを決めた富樫選手に来ていただけるなんて本当豪華ですね。ちょっと CCA の金あり余ってんのこれあるのに結構金積んでんでしょこれ、ね、ちょっともうゼロでよう来たなえこれはこれがつこれついてくれたからここで合ってるけどゼロだったら今年やめようかなと思ったのゼロでもここで来た。はい、もちろん、ありがとうございます。いろいろお伺いをしていきたいなと思うんですけど、はいはい、じゃあまず、富樫選手にお伺いしたいんですけども、復帰の天皇杯、ゴールを決められたということで、ちょっと皆さん盛り上がってるかなと思うんですけど、ゴールを決められた時のお気持ち、いかがでしたか？そうですね、初スタメンだったんで、はい、結果が欲しかったんで、点取れてよかったなっていうのが正直な感想です。あ、なるほど、ありがとうございます。そうですね、すごいかっこよかったですよね、ゴールも。はい、南波さんから見ていかがでしたか、ゴールは。トガちゃんはね、もう一緒にプレーはね、したことないけど、よく知ってた選手で、はい、でね、自分に来て、いろいろな苦労がありながらも、こないだのときは、やっぱね、自分ごとのように嬉しかったですね。はい。ありがとうございます。うん、まあ、そうなんですよね。はい、ありがとうございます。はい、そんな富樫選手の、今シーズンの目標なんかをお聞きできればなと思うんですが、そうですね、やっぱり試合に絡むことが大事かなと思うんで、今後出場機会を増やしていって、チームに貢献できればと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。次、藤谷選手にお伺いしたいんですけども、藤谷選手も FC 岐阜の在籍歴がすごく長いということで、今シーズンやっぱり変わったこととか何か変化したなって思う部分はありますか？難しいですけど、変わったこと。難しい。変わったこと。じゃあ、ね、藤谷選手は入ってきた1年目、早朝誰もいないグラウンドで一人汗だくになってましたから。はい、そうなんですね。すごい努力家の一面も。そうなんですよ。努力させられてた。手段が寄せられてた大木さんに。ね、もうってとかって言ってて、はい、もうそれから一番古い選手になりましたか。はい、気づいたらそうですね。気づいたら最後さんになってました。ねえ、あの時はさせ練習させられてるから。させられてなかったですよ。してましたよ。自分から。はい、ねえ、あれから。ねえ、もう最高さんの選手になって、そうですね、今でこそね、ちょっとベンチから外れてますけど、ねえ、キャプテンまでやれるような選手になって、そうですね、自分が一番びっくりしました、キャプテン、言われておりました。そこが今季一番びっくりしたところ、変わったところ、そこですか。副キャプテンになられたということで、副キャプテンとしての今シーズンの目標なんかありますか？副キャプテンになったからどうこうっていうよりかは、チームとしての目標はもちろん優勝、昇格っていうところなので、そこに自分の力を出して貢献できるようにしたいっていうことです。頼もしいですね。ありがとうございます。でも藤谷選手は今季変わったところで言えばね、なんか代理人をつけられたっていう話をちょっと聞いたんですけど、代理人、ね、代理人、いや、ね、ここでする話ではないですあ、違いました、はい、あ、じゃあロッカルームでやりましょうか。ロッカルーム来るんですかダメ、はい、ダメ、あ、大丈夫ですけど、はい、全然、はい、ここでする話じゃないです、試合前に。はい、はい、ちょっと気になりますが、ちょっとここをスルーさせていただきます、はい、では次お二人にお伺いしたいんですけども、サポーターの皆さんに試合中見てほしいプレーとか得意なプレーがあればお伺いしたいです。やっぱ前の選手なので、ゴールに絡むプレーだったりだとか、はい、あとはボールに味方選手と絡んで攻撃するっていうのが得意なので、そこの部分を見てほしいなと思います。あ、なるほど。富樫選手は得点もさることながら、はい、ゴール前でパスができる選手なんですよね。はい、で富樫選手、ゴールゲッターなんで、シュートする瞬間にやっぱディフェンスが寄ってくるんですよ、はい、その時に周りをうまく使える、これはね、富樫選手の一つの強みだと思っているので、はい、ぜひね、そのプレーで、ここからまた頑張ってもらいたいなと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。周りがうまく巻き込んでのシュートが決めれるっていうことなんですね。そうそうそうです、そうです、だからゴールをシュートもできるしパスもできるよと、
はい、いろんなところをね、ぜひ皆さんに見てもらって、はい、はい、ぜひ皆さんご注目ください、はい、ありがとうございます。ピンコで言ったら拍手が来るようになってるんですね。そうですね、皆さん拍手してくれるようになったので、さっきの藤谷選手の第2の姿と言ってたところは、はい、拍手がなかったのでダメだった。あ、ダメだったんですね。あ、そう、あ、ダメだった。はい、見どころだったりだとか、得意なプレーも教えていただきたいです。まあ、そうですね、自分が得意としているのは身体力を生かしたプレーで、まあ、スピードであったり、体の強さを生かしたプレーなんで、まあ、相手の選手を抑えることが得意なプレーであります。相手の選手を抑えるプレー。なるほど、そうなんですね。抑えるプレー、わかりました？抑えるっていうのは、相手のチーム、どういうことなんでしょうか。ちょっとよくわかんなかったです。すいません。相手に仕事をさせないように、はい、あ、そういうことですね。すいません、初心者で申し訳ないです。いや、でも、あの今度最初の方はね、フルイル選手と、はい、ね、センターバック組んでたりして、今日はフルイル選手が前に強いから、後ろのカバーは藤谷選手が、はい、やるといったところで、僕非常にね、あの2人のコンビネーションいいなと思って見てて、はい、だけどね、怪我ですか？いや、それでもチーム出してないんで、僕からは何とも言えないです。あ、そうなんだ。皆さんのご想像にお任せします。戦術的なことなのか、僕のあれなのかは、はい、ご想像にお任せします。これは拍手がないんで、あんまり良くなかったでしょうね。これはランさんが悪いですよ。この空気はね。ですね、はい、ちょっと藤谷選手を、まあ、見られることを楽しみに、はいはい、でも本当スピードには、まあ、皆さんね、あ、分かるようにスピードが売りの選手なんで、そこにやっぱり経験を積んできてね、試合を見る力っていうのが非常に高くなってる選手なんで、はいはい、頑張ってもらいたいと思いますね、はいはい。言って、これが正解だったってことです。さん、わかりました。こういうことか。わかりました。やっとわかりました。拍手がもらえるように頑張っていきましょう。私このステージも60回目ぐらいで、やっとわかりました。こういう話か。経験積む相当遅くないですか、それ。こういう話か。俺も知り上がりなんですよ。完全なからんで、はいはい、ちょっと気を取り直して次の質問に行こうかなと思うんですけども、はい、あの FC 岐阜の選手の中で、まあ、仲がいい選手だったり印象に残っている選手はいますか？はい、あ、仲がいい選手とかでもいいですよ。仲がいい選手は匠が仲いいですね。おー、そうなんですね、はい、あ、同い年、同い年で、ロッカーも隣で、同い年なの？はい、はい、同い年。しかも12月生まれじゃないですか、お互い。そうですね。お、やった。12月そっち12月まで同い年の方で来たんかと思いました。いやいや、それがあっても、まあ、上かもしれない。ちなみに私も1995年生まれです。そうなんです。一緒です。はい、同い年です。いやー、無理あります。無理あります。ちょっと無理ありましたね。はい、いや、じゃあ藤谷選手とどんなことを普段されるんですか？普段ですか？はい、どんなこと、あの、しょうもないような話をずっとロッカーとかでしてるぐらいですか？ロッカーが16番、17番で隣なんで。あー、そうなんですね。うん、はい、で、ロッカーがその順番で隣なんで。みんな、ありがとうございました。まあ、多分そこはうるさいですね。例えばもう、あの、一つだけでいいんで、しょうもない話いくらして。16、17のしょうもない話いくらして。だほんまにしょうもない話してるんで、覚えてない、その場でしてるんで。ここでは発せれないようなこと。そういうことじゃなくて、その記憶にないようなことです。もう普通の話をしてるだけ。無意識で。無意識です。あー、なるほどなるほど。じゃあ、たわいもない話を、まあ、されてるっていうことなんですね。はい、そうだから、ね、付き合いたてのカップルが、あの、切らないでよ、切らないでよって言いながら寝落ちするみたいな、そんなパターンのやつね。拍手がないってことは、これも違うってことか。違うんだ。そんな仲のいいお二人が来てくれるということで、ありがとうございます。藤谷選手は印象に残っている選手とか、まあ、尊敬している選手でもいいですし、何かいらっしゃいますか？印象に残っている選手、まあ、柏木選手には去年から結構、ピッチ内外のお世話になってて、はい、
印象に残っているというか、はい、お世話になってます。ああ、なるほど。いろいろアドバイスをくれたり、はい、ご飯を取りに行ってくれたり。どんなアドバイスくれたの？ポジション取りの話であったり、ボールの持ち方の話であったり、まあそうです、真面目な話です。へえ。いや、なんかね、ここのステージに上がれば、なんか柏木の名前出せばなんかみんながおおみたいな、クイックみたいな感じで出してるかなと思ったんですけど戦略的な。そうじゃない、全然違う。はい、ちゃんと指示出してくれて、はい、それを忠実に聞いて、はい、なるほど、尊敬されてるっていうことですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけど、はい、皆さん のサッカー以外の趣味もお聞きしたいなと思ってまして、何かありますか？いやいや、サッカー選手だからサッカーが趣味でしょ、なんて。まあ確かにそうなんですけど、サッカーももちろんサッカーはすると思うんですけど、それ以外にサッカー以外の趣味強いてあげれば、強いてあげれば何かありますか？聞いてみよう、聞いてみよう。はい、ああ、どうですか？僕は今も子育てって感じです。そうなんですね。インスタグラムに娘さんの写真とか上げてらっしゃるじゃないですか。めちゃくちゃ可愛いと思いました。ありがとうございます。はい、最後、すごい拍手が、趣味なんだよ、趣味なんだよ。最近どこか行かれたんですか、娘さんと。あんま記憶ないでしょ。記憶ない、あれ公園とかはぼちぼち。なるほど、ちょっと微笑ましい一面が見られました。ね、はい、SC リブの組織の中でもね、仕事しないといけない、はい、これは家庭でもそうなんですよ。仕事しないとその家庭という組織の中で生き残っていけませんから。あ、なるほど、ね、それはね、大変ですよね。大変ですね、本当はね。なるほど、勉強になります。ありがとうございます。水谷選手いかがですか？サッカー以外の趣味を教えてあげるなら。どうかわかんないですけど、コーヒー入れるのにハマってて。コーヒー、コーヒー入れる。あ、へえ。コーヒー、コーヒーです。おお。そうなんです。カフェの方ね。はい。カフェ。はい。豆とかこだわってるんですか？カフェにそうですね、豆砕いてこう、はい、フィルターで入れる。あ、そこから一緒にやられてるんですね。はい、すごい。大体どんぐらいで蒸らすの？そんな細かい動画興味あります？ない、ない、ない。拍手怒らないでしょ、みんな嘘ってもう見えてますよ。ほんまにやってます。もう気づいてますよ、皆さん。どんぐらい蒸らすので、すぐ来ないと。1分です。プラス的ね、38秒が一番いいって言うの知らないの？めちゃくちゃ詳しいじゃないですか。世界一美味しいコーヒーの言い方知らないですか？本買ってください、皆さん。はい、ありがとうございます。ここだけなんですよ、盛り上がってる。見てください、後で、はい、プランでやりましょう。寝ながらやろう。いや、それはいい、それはいい。知らないですよって言いながらやろう。絶対嫌です。いいって言うか嫌です。じゃあちょっと皆さんも、皆さんの、はい、サッカー以外の趣味も見えたところで、まあ、普段の皆さんの顔も見られたということで、まあ、最後にちょっとですね、皆さんに、まあ、一言、サポーターの皆さんに一言お願いいたします。はいはいはい、それ行こう。もう今年本当に岐阜は昇格しないといけないチームだと思っているので、もう落とせる試合はないと思っています。僕も試合に出て、チームに貢献できるように頑張るので、これからもチームも僕も応援よろしくお願いします。今日の試合では僕は出場できないんですけど、いや、知ってるんですよ、みんな。ここにいる人たちと同じ気持ちになって今日の試合勝てるように、しっかり一つになって、スタジアム一つになって、みんな後押ししていただいたら、ピッチの選手は最後まで走れると思うんで、一緒に戦ってください。よろしくお願いします。